家とつります。サッカー Vlog のパイオニア、放送コードギリギリです。おい、はい、今日も雲一つない晴天でございます。はい、横浜青葉インターから乗っていきます。足を沸かしていくスタイルでございますこの定番の流れ、今流行りの ETC 入ります。ありがとうございますね。東京方面へ向かっていきます。今回はあのサッカー系 YouTuber、 いやサッカー Vlog のパイオニア、お、私は個人的に教祖と呼んでいるあの方に会いに行きますよ。来ました。僕初対面ですからね。まずは初対面だよね。でも動画で見る限りめちゃくちゃ怖そうじゃないですか。俺ね、試合対戦したことあるんだけど、あのすごいいい人よ。あ、本当ですか。全然怖くない、ね。まあ、動画上あんま喋んないじゃないですか。うん、確かに、ね。はい、うちの母ちゃんも怖いって言ってたちょっと今日はサッカー Vlog 界のパイオニアということでね、挨拶に行こうということで。そうだね、やっぱ始めたんでね、ちょっとご挨拶に行かないと、うん、いや、そろそろね、でも、やっぱ挨拶行くんだけど、ジャイアントワールドは崩さずに行きたいと思います。そうですね、我々のワールド崩さずに、どこまで近づけるかというところでやっていきたいと思います。いや、マジ、ブチ切られたら怖いわ。でもやっぱね、俺はワクワクすっぞ家にトトします。ジャイアントが行くよ。これなんかね、今日コンビニで会ったのがね、免疫研究ということでね、健康な人の免疫機能の維持をサポートってことでね、プラズマ乳酸菌ヨーグルトテイストというイミューズ、イミューズじゃないっていうやつです。はい、終わり。ジャイアント巨人の戦士、ジャイアント横浜の誇りジャイアント超えて行こうぜ、You can make it 勝利をつかめ。これ何？あ、これあのボンズイチャルのね、あのテーマソング。おお、そういうこと？それをジャイアント風に。いやー、怒られない？大丈夫？でもジャイアント散らかってんな今日も。人の精神なんだよ。お台場だ。いや、めちゃめちゃ景色いいね。免許取り立ての時に、はい、みんな、もう俺らの友達とか、はい、みんなお台場行ってた。登竜門ですか？免許取り立ての登竜門確かに俺も行きました。行ったでしょ。行きました。下道ですけどね。あ、下道ね。はい、ま、その時に初めて首都高乗るわけよ。首都高マジむずい。もう右に左に真ん中にみたいなさ、ボランチみたいな感じですよね。いや、もう本当に散らすよ来た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 。 This is Rainbow Bridge。 これがレインボーブリッジです。 Is this a bridge？ これは橋ですか？ Is this a pen？ これはペンですか？No, kids can。 ジャイアントの車窓から今回は東京レインボーブリッジでございます。このコーナーが続くか続かないかは分かりませんレインボーブリッジ封鎖してません。お、すごいな。このオーシャンビュー、圧倒的タワマン。本日もお送りしましたジャイアントの車窓から。ラン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 、 Somebody for lifeびっくりしたびっくりした、情緒不安定蘇我茂原で降りていきます。蘇我の会うどんな感じになるんでしょうか。会う、とてもシンプルな会うでしたね。シンプルイズザベストでございますね。これがご当地会うですはい、じゃあ突していきます。突っていきたいと思います。昼間よ、昼間おー、来たー。警察だ、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 警察だ。動画の通りじゃん。動画のやつよ。このサバ缶タワーね。これ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 、まあ、まず入ったらね、手洗うんで。あ、そうですね、そうですね、はい、洗っていくんで。手洗って、手洗ってね、はい、そうそうそう。うわ、動画のやつじゃん勝手に早い早い早い、え、入ってきたばっか。おいおいじゃない、市原、市原ちょっと確認したいですよ、一回ちょっと興奮してですよ、興奮してですよ。うわ、いい洗濯からだよ、から。あー、これね、モザイクかけたらもうやばいからね。いや、もうやばいでしょ。あー、モザイクかかってますね、今ちょっと見せれないね、これは、はい、最近ね、モザイク覚えたんですよ、僕。こういう冷蔵庫開けた時に、開けた瞬間もうモザイク入れれば、うわ、あー、これ映せないよ。あー大丈夫ですよ。アスリートな冷蔵庫だった。あー、キッチン入ってる、勘違いですね。これがモザイクの暴力です。あー、ちょっと一回座ってください。ちょっと喋りましょう。あ、そうですね、まずね。これあれですか。はい、今飲んでたんです。あ、そう、ちょっと飲むかい
来ましたね。ありがとうございます。あ、じゃあ改めてね。改めて。ジャイアンツです。池田です。お願いします。お願いします。試合ではね、何度も対戦してて、こうやって会うのはちょっとね、恥ずかしいですね。普通に話しかけてきましたね。して。あ、そうですね。なんかね、あるんですよね。キーパーとフォワードなんかこうやりとりみたいな。いいプレーしたら、お互い褒め合うじゃないですか。いきなり話しかけられて、びっくりしちゃう。池さんのチャンネルはね、概要欄貼っときますので。あ、そうだね。ぜひね。あ、出た。こちらね、貼っておきますのでお願いします。あの池さんの方で、はい、なんか今回そのアスリート飯を俺らに作ってくれるってことなんで、その完成を待ちながらルームサービスしていきたいと思います。はい、はい、初めて来たけど、男性の一人暮らしにしてはとても綺麗よ。多分これ来る前に掃除してるから絶対めちゃくちゃ掃除しました。いやでもやっぱ緊張したからちょっと暑かっちゃったな。ブレーカー落ちちゃう。アスリート 26.5 度、冷房が。冷房なんていうのはね、あれよ、まっすーほら、冷房は18度よ。18度これは風量強よ、そんなのもうね、静かとかね、あって違うから、もうマックス。いや、ほんといい部屋っすね、マジで。うん、いいな、この部屋。あー、最高。あ、これはね、あのね、収益入ってるよ。それちゃんと戻しておきましょう。はい、どうしたんですか。ちょっと寝癖ついてるから今日ちょっと直す、一回直すか。ちょっと前髪決まんないな、今日帽子かぶってるから意味ないでしょ。いや、ちょっと、すいません、寝癖がちょっとひげもなんかちょっとあれだな、今日なんか寝癖なんか、ちょっとひげ寝てるわ。いやいや、紹介してるんで、すみません。あ、紹介してるんで、はい。じゃあ、ほら、この彩りがすごいいいなと思って。あ、鮮やか。なんか、いい感じにやってください。あ、わかりました。承知しました。はい。承知いたしました。いけ。承知いたしました。まあ、それじゃない。やっぱさ、男性の一人暮らしといえばさ、なんとあるよ。なんかありますね。定番のあれがあるんじゃないの。お、フットボリスタじゃないですか。これじゃちょっとさ、モザイクかけたらさ。あ、モザイクの暴力使っちゃいます？はい、じゃあ、使います。用意、ペン。一瞬にエロ本です。あの、ね、全然エロ本じゃなかったわ。そろそろね、俺池さん怒ると思う。あ、そうね。まだ大丈夫。はい。池さんのチャンネルでよく登場するコーヒーマシンですよ。池さんといえばコーヒーですから。あれ、池さんなんかコーヒープロデュースしたんでしたっけ。包丁はない。危ない危ない、殺される殺される。知り合いの方に作っていただいてやったんですけど、はい、それは今ないっす。ないっすね。まあこれっすね、池コーヒー。の僕のチャンネルの概要欄から。これ買えるんですか。じゃあぜひ皆さんこれ買ってください。一人5個は乗るまでかな。そうですね。見た方は強制で。はい、お願いします。買ってみてください。お願いします。池コーヒー、いつものマグカップ、この辺に確かいつも動画で見るマグカップがあるんですよ。あ、これだ。はい、じゃあ真似してみてください。3、2、1。全然違う。え、違う、ここが違うんじゃない、このボリュームが。ちょっと待って。 OK。 さあ、今一人の男が玄関先で炊飯器をおもむろにかき回している。そして茶碗にまず一杯しゃもじという道具を使って米粒たちをかき集めている。どうやら一つ完成したようだ。さあ、そして二つ目、さっきの感じでちょっと盛る分量が分かってきたみたいだぞ。作業が少しずつスムーズになっている。これが男の仕事だ。漢字の漢と書いて男だぞ。分かるか。できてる、できてる、できてる。きた、豚汁だ。料理できる男とかずるくない？ずるいね。そしてこの日差しもね、多分計算されてますね。すごいね、この木漏れ日。うわ、ノスタルジー。いやー、いい。はい、じゃあ、うわ、マジですごい。サバです。うお、ちょっと待って、これはちょっと、え、すごくない？え、この半熟卵は、はい、あ、これ自分でやってます。あ、え、仕込んでみたんですか？絶対美味しいやん。食べめちゃうまあ、おお、ありがとうございます。ビタミン野菜、あの手抜きして、あのビタミン取りたいって言ったんです。ぜひこちらもね、使ってください。5番だ。ビタミン野菜の5番でございます。はい、はい、食べていく。水がよかったら、はい、水もあるんで。あ、本当っすか。はい、あ、ありがとうございます。いや、これあれじゃないですか、池さんの朝こう言ってるじゃないですか。そうじゃん。いや、働きやすいじゃん。これちょっと天然入ってる、天然。ちょっとやばいやばいやばい。うわ、出たー。これこれこれが池。ほい、ごちそうさまです。
ごちそうさまさたまさでしたよ。え？お、コーヒータイムですね。コーヒーの準備を。いや、いいね。これですよ、これ。こんなうまい飯食わせてもらって、これからさ、もうとてつもなくうまいコーヒー飲めるでしょ？市原に来た際はね、こちらのお宅に寄っていただいて、そうですね。池田飯を食べていただく。はい。市原のご当地グルメというのは池田飯でございます。ぜひね、住所、あ、住所、はい、ここに載ってきます。はい。モザイク、モザイク。これですわ。これよ。これがね、池の鳴き声だから。おぉ、本格。あ、めちゃめちゃいい。あ、もうすごい。ブラジルっすね。ブラジル。ブラジルショコラっていう、ちょっとね、甘みもありながら、甘くはないんですけど、香りが甘いっていうか。いや、いいね。すごいな。なんか、ゴムチップみたいだね。表現がひどいって。サッカーに例えるとってことですね。ついに例えちゃう。そう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 。ラック、アインシュタイン、ジャイアント。でも今日は、イケイエーイエーあ、すごい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 うわ完成です。うわありがとうございます。これがもう池田のコーヒーだよ。次から次へと出たよ、もうおもてなしの王子。圧倒的おもてなし。もう過剰ではないですよ。すごい、3人なのに5個ってよくわかんないもんね。これどういうこと？好きなの選んで。え、池さんが好きなのどれですか？いちごが食べたいなと思ったんで、はい、じゃあそうですね。僕普通にこれ食べたかったです。本当すいません。マジックですか？これでお蔵入りにさせたらすごいですよね。ここまでしてもらってお蔵入りだったら面白い。いやマジで今日楽しい。いいわ。なんかね、畠山くんそうだけど、もう池さんもね、本当人柄素敵よ。最高。いただいていきたいと思います。美味しかったコーヒー。すいません、ごちそうさまでした。はい。めちゃうまかったね、マス。これ閉めたらどんな感じか気になりません？ああ、確かにそうね。ああ。なるほど、そういうあれなんすね。なんか、ああ、すごいですね。きつかでしょ。いやでもやっぱ本当いい部屋っすね。いやいいっすね。今日泊まってきますか。うん。ちょっと池さん帰ってもらっていいっすか。ちょっと快適すぎて、もう住めるなと思っちゃった。うん。こんな感じです。いいっすね。いやいい部屋っすね。日当たりもいいしね。日当たりもいいしね。完璧っす。あ、池さんって結構あれじゃないですか、動画のテイスト的に、はい、結構なんか静かな感じじゃないですか。はい。なんか怒ることとかってあるんですか。怒ることほぼないっすね。俺切れさせたらもう大したもん。一回練習してみましょう。切れた時のなんかその試合とかでこうなった時に、はい、やっぱちょっと選手のねプラズをしてこうやんなきゃいけないってのあるじゃないですか。あー、まあ、カード出るんですけどそれちょっと俺がここでじゃあちょっと行くこれ何の時間じゃあ池さん今ちょっとファールしましょう。おいおおこうなってよ。ガチで怖かった。来シーズンの抱負欲しいんで取りましょうよ。じゃあ始まります。ジャイアントーやー、始まったんですけども、はい、これが最後の質問になります。池田選手の、はい、来年のこう目標とかあればぜひ、はい、まあ毎年毎年1年ずつ、はい、僕は成長していけるように意識してるんで、はい、今年よりも絶対活躍したいなっていう思いがあるので。そうですよ、ね。まあ、あとフォワードなんでやっぱ、はい、点取って、はい、チームを勝たせたいなと思ってるんで。来年だから目標何点とかあるんですか？目標ですか？1試合1点ペースで。1試合1点ペースで、はい、そうすると例えば10試合だったら、10試合だったら10点以上、20試合だったら20点、100試合だったら100点。あ、ちょっと何言うか分かんないです。私はじゃあ1試合0点ということで無失点を抑えたいなと思いますので、来年はじゃあお互い頑張ろうと思いましょうということで、はい、本日のゲストは池田選手でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。何の番組よ。それでは池さん、はい、最後に例のポーズ、ちょっと例のポーズいいですか、はい、来年もしっかりみんな見てくれよな。せーの、ジャイアンツ。